えー、こんにちは。速座塾の久保です。あの、悪い冗談っていうのは、いつの世もあるもんですけども、この出来の悪い現実っていうのはね、もう、始末の得ないですよね。えー、今回こんな速報があります。東京五輪組織委員会は、史上初となる無選手での実施を検討へですよ。森会長は、選手がいなくても開催されることに不安はないというね。<laughs> あの、トラックも、それから、グラウンドもですね、えー、競技場も、 選手がいない中でオリンピックをされるそうですね。いや、ここまでね、ちんぷんかんぷんとんちんかんだと、本当にお笑いですよね。何が一体行われるんでしょうか誰が一体見るんでしょうかずっと CM なんでしょうかで、これをね、えー、いろんな著名人が語っているところと合わせて、えー、ツイッターでどんな表現が上がっているのか見てみましょう。デーブ・スペクターさん。東京五輪組織委員会は史上初なる無選手での実施を検討。おんな、なんだあ、これをリツイートしただけなのかな ちょっとブログが書いてますけども、ちょっと見てみましょうか。リンク先を見てみると。あ、これですね。あーちょっと何言ってるかわかんないと。これはスタンドでなくても理解不能。日本で言えば今やアニメしかないから選手もアニメ化するんだろう。これいいじゃないですか。なんでわからんの頭悪すぎだろう。飲食店はご飯が出ないと成り立たない。<laughs> そうですね。ご飯が出ない飲食店というね。えー、そんな感じですよね。それでもいいよ。 選手、無選手、無観客で森と2回だけでやってる。おこれ、2人でやればいいですね。森、ね、えー、なんですか、大会組織委員長と2回幹事長が2人で相撲でも取ってるんじゃないですかね。これはこれで面白いんじゃないですか。えー、デーブのアメリカンジョークだぞ、笑ってやるよ。あー、なるほどね。<laughs> デーブ・スペクターさんこれをね、ジョークで言ってるわけですね。うん。でも森会長が選手がいなくても開催されることに不安はないって言ったのは確かですよね。<laughs> いやー、面白い。 えー、でちょっとと受受けけたた私も受けましたよこれうんだからね、えー、このオリンピック推進委員会は選手のためでなくて利権のためってことをはっきりしたわけですよね。選手がいなくてもオリンピックを開催すればいいんだということなんですよ。オリンピック開催したけど、全員選手が棄権しましたみたいなね。まあでもそれはそれで、例えばね、三流選手が出てきて金メダルみたいなこともありえると思うんですよ。だからオリンピックで実績を上げたい人が まあ三流だろうと五流だろうと臨時で参加してうまいことやっていくんじゃないですかうん利権利権って言ってるやつは頭がいいとあ誰の金でオリンピック準備してるか理解してないということですねまあでも利権じゃないですかうん <laughs> <laughs> まあこういう形もありますよねうん誰も走ってない競技場誰もいないなんかね水上競技な,なんでしょうかねうん いやー他にもね、いろいろと面白いコメント書いてるかと思ったけど、ちょっとないですね。こちらの方はどうかなうんえ。史上初となる無選手での実施検討、森会長は選手いなくても開催されるのに不安はないと表明してるのって、頭の中どうかしてるよねと。選手はっての開催なのに、本来森はとっくに引退すべきそうですね。お小学事件に、お小学部事件に森の息子も一緒にいたので、 お塩に喋られたのまずいから今でもお塩を学ぶに大金虫で取られていたへこの顔なんなんですか誰なんですかねこれ何回も出てきますねこれねもうえっちゅ。誰なんだろうということでございますうん？なんだこれはこれちょっとクリックしてみましょうかバーコードファイターという男の子の起源をぶつけられ情緒をぐちゃぐちゃにされた男の話これなんですかねバーコードファイターってなんだろう アニメかなまあ関係ないとこ行っちゃったんでこの辺で終わっておきましょうかいやー選手がいなくてもオリンピックなかなか斬新ですねさすが森委員長いってらっしゃい